今回紹介するのは天浮澄さん。1996年8月12日生まれ、東京都出身。芸能事務所ゼロイチファミリアに所属するアイドルユニットニーニのメンバーです。天浮澄さんの3サイズは84、58、84。素晴らしいスタイルをされていますね。まずは彼女のグラビア写真をご覧ください。素晴らしいスタイルの写真が多く、とても魅力的ですよね。そんな天浮澄さんですが、2013年のアイドルデビューから雑誌の表紙を飾るまで6年ほどかかっている苦労人のようです。2013年に当時は伊藤美優名義でアイドルとして活動を始められます。アイドルユニットパーケンのメンバーとして活動をしますが、その2013年内で解散。その後、地下アイドル仮面女子を形成するグループの一つアーマーガールズとして活動しますが、翌2014年に卒業、事務所も退所しています。2年後の2016年、小松キスミ名義で再デビュー。翌年には現在の天浮キスミと名前を変えて再デビュー。レディートゥーキスというグループで活動されており、2019年に雑誌クリームにて初の表紙を担当。アイドルグループのファースト DVD 発売イベントでは特典希望者が多くいたため、急遽会場を変更して開催するほどの事態だったんだとか。しかし2020年にこちらのアイドルグループも卒業、事務所も退所。そして退所から2ヶ月後の2020年8月に現在の事務所ゼロイチファミリアに所属することになります。11月にはアイドルグループニーニへの加入が発表され、現在も活動されています。自分で説明していてもわからないくらい多くのアイドルグループに所属されている天浮澄さん。7回も8回も会社が変わっていると考えると大変さが伝わってきますよね。現在はアイドル活動の他にグラビアで活躍されており、自慢のスタイルを生かして非常にセクシーな写真が多くなっています。写真集、イメージビデオ、グラビアと彼女のスタイルを堪能できる機会も多くありますので、注目していきたいですね。SNS では8割ほどは水着の写真となっておりますので、皆さんもぜひ確認してみてくださいね。今回の動画は以上となります。今回の動画もご視聴いただきありがとうございました。他にも魅力的な女性を多数紹介しておりますので、よろしければぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で。